ホルヘルイス・ラリオン・ダ・ピエトラ・フェーサーは、ウルグアイ出身のサッカー審判員。1998年から、国際出身としても活動し、リベルタ・ドーレス杯の決勝、2006年 W 杯、ドイツ大会の4試合、2004年 FIFA、インターコンチネンタルカップでは、南米サッカー協会、欧州サッカー協会からの要請によって、決勝審判として活躍。 また2009年南北アメリカ大陸では最優秀主審に選出されると同時に国際サッカー歴史統計連盟より世界のベスト4にランキングされた。ファウルを厳しく取り締まりカードを多く出す傾向が見られ 2006FIFA ワールドカップで行われたグループ E のイタリア対アメリカの試合では3枚ものレッドカードを出した。ちなみに この試合でアメリカのダマルカス・ビーズリーが後半にゴールを決めたが、これはラリオンダ出身がオフサイドとみなし、ゴールは認められなかった。そして、これまでの厳しい判定に我慢できなかったアメリカのブルース・アリーナ監督から批判を受けた。2010フィファワールドカップの決勝トーナメント1回戦、ドイツ対イングランド戦では、フランクラン・パードのシュートが、 ゴールラインを越えていたが腹心が見逃したためゴールを認めなかったことが問題になっている。ありがとうございます。